ビッグタウンが形成されてまいりました。楽しいです。頑張ってください。まあ最高ですよね。今まで、うん、あの仮設とか避難所にいた時よりは広くて、公園もすぐ近くにあって遊ぶのにはいいかなと思いました。2年間でお客様が相変わらずいっぱいこうこの三三商店街にお越しいただきまして感謝しています。ぜひ引き続き全国の皆さんに来ていただくのが私たちの一番の復興になりますので、皆さんこんにちは。家の外ですることがない、また家の中でもすることがないというように、することがないというのが一番大きな原因となっております。農作業をやることにした地域におきましては、震災7ヶ月後には5割の低下者がいたのが、3年7ヶ月後には2割にも改善した。寂しそうにしていた方が、生き生き教室という体操教室なんですけれども、それに参加されるようになってから、で張り切ってこう生活する様子が見える。ちょっと鬱状態になったんですけど、今は元気に。再会した皆さんの笑顔が大変印象的でした。さらに笑顔が増えていくように、復興の加速化に力を入れていきたいと思います。お年寄りの皆さんの知恵や経験を生かしていくことによってですね、お年寄りの皆さんも元気になっていく、こうした取り組みが広がっていくことを期待をしたいと思います。